西日本ダービー、西日本ダービーですねということでね、今回もやっていきたいと思います。秘密結社ヒガム創生発注でございます。まあ、このレース、まあ、そうですね、西日本のまあ地方馬たちのね、まあ、3歳のそこそこ高上位のレースではあるんですけれども、まあ、ダービーグランプリに向けてだったりはするんだけれどもね、まあ、各地のダービー馬っていうと、小中だって、まあ、そもそもみたいな感じでなかなか出てこないんですけどもね、その中でね、まあ、抜けたダービー馬が出てきたのは、もう素直に信頼しちゃって、こんな風にいきましょう。軸は10番、賞がたっぷり。まあ、前走が南関東に挑戦して、黒潮杯。まあね、南関東2冠の実力があるなんて言われた2冠ともに2着だったヒーローコールや、サンタニタダービー、アメリカの G1 2着馬、マンダリンヒーローあたりとやって、まあさすがにかなわなかったんだけれども、まあとはいえね、そういう挑戦をしてきた賞がたっぷりこちらを軸でいって、まあそしてですね、2番の月見一つは東海ダービーの2着馬、まあ、ダービー馬のね、セブンカラーズが故障中だったりもするんでね、まあ東海地区代表として1頭、まあ一番強い馬出してもこの馬が来ることになると思うんですが、まあ期待をしてみたいと思います。まあそして7番のオレンタの、まあ笠松の代表ですね。まあ前走ね、月見一つにまあ負けてはいますが、まあ紐としての持ち時計の評価とかね、まあ、そういうところで言えばこの馬にもなんとか期待をしたいところです。まあそして8番のグロリア道路。まあ兵庫ダービー3着以来、まあ、中12周ってことでね、まあ地方馬にしては間隔を空けてしっかり立て直してきた余裕があるということで入れておこうと思います。まあ、そして12番のミヤノウッドリ、まあ、地元の佐賀皐月賞3着馬、まあ、地元代表、そして、ね、外枠も、ね、砂かぶらないとかプラスはありますからね、まあ、そういったあたりで狙ってみて、今回はまあこれでいきたいと思います。まあ、そんなわけで、まあ、JRA 重賞のうちのメイン のセントールステークスに関してはメインチャンネル、ふえがみ TV で上がってます。こちらではね、地方重賞含めてその他もろもろという感じでやってますんでね、合わせて登録の方よろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。